はい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 。今年めちゃくちゃ年俸上がる選手おるんちゃうかなっていうふうに思うし、もしですよ、巨人が優勝なんかしたら、マジでめちゃくちゃ給料上がるんちゃう？てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください、よろしくお願いします。今日はですね、ちょっとね、変わった切り口というか、まあちょっとね、変わった企画をさせていただきたいなというふうに思ってるんですけども、今日はですね、まあまだシーズン終わってないんですけども、まあ今、まあもうあとまあ19試合とかかなぐらいで、まあ今年ね、よく頑張ってくれて、今の年俸を考えたら、これめちゃくちゃ年俸上がるんちゃうって来年っていうふうに僕が思うね、選手をちょっとね、一緒になって、お話していきたいなというふうに思います。本題に入る前ですね、ちょっと本当に宣伝させていただきたいんですけども、ちょっとね、本当に今年中にチャンネル登録者数5万人マジで行きたいと思ってまして、500人ちゃうよ。500人ちゃうからね。5万人ね。5万人行きたいというふうに思ってまして、で、行った暁にはですね、本当にジャイアンツの選手をこのチャンネルに呼んで、マジで本音トークじゃないけども、もしかしたら今日のね、年俸のお話とかももしかしたら聞けるかもしれないんで、本当にね、皆さんね、まだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたらね、ぜひお願いしたいですし、高評価ボタンもね、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日の本題入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、僕が思う、まあ今、まだシーズン終わってないんですけども、まあこのままいったら年俸大幅増確定だろうというふうに思う選手を、ちょっとね、上からいきたいと思います。上の、年俸が高い順からね、ちょっと言っていきたいと思います。はい、まずですね、もう早速いきたいと思うんですけども、1人目、菅野投手ね。はい、年俸今年4億円となっております。すごい額ですよね。はい、4億円すごい額なんですけども、まあ現状菅野選手3年連続1億元というところだから、3年前は7億あったかな、7億から6億、6億から5億、5億から4億って、もうずっと1億1億1億って言って減ってるというところでしたけども、まあ、今年の成績13勝2敗、まあ、現状でね、防御率 1.66 っていうところを見たら、まあもうね、アップせざるを得ないでしょうというところで、まあ僕の予想は1億ぐらいアップまたするんちゃうか、1億5000万とか1億ぐらいまたアップするんちゃうかというふうに思ってます。まあ5億とか5億5000万ぐらいなるんちゃうかなというふうに思ってます。もうどんだけもらってんねんって話ですけどね。まあまあまあ、それだけの選手というところですね。はい、二人目いきます。丸選手です。はい、丸選手。丸選手ね、意外と少ないですよね。2億8000万となってます。今年の年俸ね。はい、丸選手も5年契約が2023年で終わっておりまして、変動制のね、契約をしているというところですね。で、今年、成績121試合、2割8分3厘、11ホームラン、40打点、OPS750 というふうになってまして、まあ、非常に活躍してくれてますと。丸さんが1番に入ってから、非常にいい、チームの流れがね、まあ、ヘルナンデスも入ってきましたし、いい流れが来ましたんで、本当にね、まあベテランではあるんですけども、一番バッターとしてね、本当に頑張ってくれてるんで、本当にね、上げてほしいなと。僕の予想はですね、まあ3億5000万ぐらいはいく、7000万アップぐらいはいけるんじゃないかなっていうところで、大幅増を見込めるんじゃないかなというふうに思います。はい、次いきます。東郷投手ですね。はい、東郷投手。東郷投手ね、1億8000万もらっております。はい、非常に、大富豪ですけども、はい、今年の成績ですね、10勝7敗、防御率が 2.15、159イニング、ウィップが、0.92 というところで素晴らしい成績ですね。はい、まあ、エースとしてね、カードの頭投げたりとか、よくしてましたし、まあ、ノーヒットノーランもありました。はい、非常に、まあ、成績以上にね、チームに貢献してくれてるというところはありますから、僕の予想はまあ、2億5000万かな。2億5000万、7000万増の2億5000万ぐらいが妥当じゃないかなというふうに思います。はい。次いきます。吉川選手ですね。吉川選手、年俸9000万というところで、早くご飯を、またおごってくださいというところなんですけども、吉川選手の9000万、少ないです。はい、少ないです。
はい。で、今年の成績、124試合、打率が2割8分1厘、3ホームラン、35打点、OPS693 というふうになっています。まあ、吉川選手、バッティングでも非常に素晴らしいというところですけれども、やはり吉川選手の代名詞というのはですね、やっぱ守備というところで、もう今年ゴールデングラブ取れなかったら僕は本当に NPB に抗議の電話をするというふうに宣言してますから、まあ、ゴールデングラブね、確実に取れるとは思うんですけども、まあ9000万というところもね、非常に少ないというところで、どうでしょう ?1 億5000万、どうでしょう巨人軍どうでしょう ?1 億5000万を言ってほしいと。6000万増ですね。6000万増の、まあ、1億5000万ぐらいはね、上げてほしいんじゃないかなと思います、僕はね。はい、次行きます。ヘルナンデス選手行きましょう。はい、ヘルナンデス、なんと5000万円で獲得しました。素晴らしいね。コスパどんだけええねんっていうところなんですけども。はい、今年の成績、まあ、怪我してしまいましたけども、56試合、打率2割9分4厘、8ホームラン、30打点、OPS798 というところで素晴らしいと。まあ、怪我もね、別にその、なんか、その試合中のプレーでのね、全力プレーに、でやってしまった怪我なんで、もう仕方ないと正直ね。で、5000万安すぎると。もう一気にもう1億5000万ぐらい上げてくれと。もう1億ぐらい上げちゃってくれて。もうそれでも少ないというところで、まあ、とりあえずもう年俸を上げるのもそうだし、もう複数年契約してくれっていうところですね。はい。次行きます。モンテス、3000万円。安すぎます。はい、コスパどんだけええねんって話ですけど、31試合、3割3分6厘、1ホームラン、13打点、876というところですね。OPS。はい、もう3000万って安すぎやって、ほんまに。もう同じ額ぐらい上げてくれ。ほんま1億5000万ぐらい上げてくれ。ほんま頼むから。ほんまにもう複数年契約してくれ。頼む。本当に。まあ、確か1年契約だったと思うんで、モンテスもヘルナンデスもね。本当に複数年契約。お願いしますね、巨人軍。本当頼みますよ。ほんまにマジで。はい、次いきます。泉投手、年俸2700万。安い。まあ、ソフトバンクから来ましたね。はい。今年31試合、防御率が 2.01、1勝0敗、ウィップが 1.02 になってます。はい、まあ、2軍に、ちょっと落ちたりとかいろいろありましたけども、本当にね、めちゃくちゃ安定がありました。僕1年間見てましたけど、めちゃくちゃ安定がありました。本当に、フォアボールとかもそんな出さないし、テンポいいし、で、まあ、球種もそんなに多くないんだけども、まあ、やっぱりある程度やっぱ操れてるし、で、球の力もあるしっていうところで、僕めっちゃ好きなんですね、泉投手。うん、だから、もう絶対上げてほしいし。だから、もう一気に、倍はいってほしいよね。まあ、5000万以上はいってほしいなっていうところあるんで、うん、まあ、せめてね、せめて5000万。だから2300万増は、上げてほしいなというふうに思います。はい、次いきます。船場様投手、いきましょう。防御率じゃない。年俸2300万。安いって。安すぎやって、2300万。で、今年44試合、防御率が 1.89。4勝0敗。防御率、ビップが 0.90。素晴らしいね。これ、新人王取れんじゃない本当に。うん、それぐらいの勢いなんでね。新人王取ったらもっと上がると思うんですけど、僕は最低5000万はね、泉投手と同じですけど、5000万ぐらい。だから倍以上。だから、4600万以上はね、上げてほしいなと思うし、こんだけフル回転で、あんだけ便利屋じゃないけど、こんだけ投げて、上がらへんかったら、もうそれもう、リリーフピッチャーのその、なんて言うんだろう、価値が低いみたいな感じで言ってるのと一緒なんで、だからもう本当に5000万以上は絶対上げてほしいなと思います。僕、これはね、絶対ね、年末ね、こう、ね、契約更改されたら絶対見るんでね、値段ね。はい。5000万以上になってなかったら、ちょっと僕ね、怒っちゃいますよっていうところですね。はい、次いきます。岸田選手、年俸2150万円で、はい、安いね。はい、今年79試合、打率2割3分3厘、4ホームラン、20打点、OPS608 というところで、素晴らしいですよ、今年ね、こんだけ試合出て、初めて、1年目だと思うんですけど、こんな出たのね。素晴らしい。特にね、まあ、バッティングもそうですけども、やっぱり守備というところで、本当に、よく頑張ってくれたんで、これ上げてあげてください、本当に。せめて4000万。せめて4000万。うん。せめてね。最低4000万。だから倍以上ね。倍ぐらい。うん。倍ぐらいは絶対行ってほしいなと思いますし、まあそっからね、もし僕が今年、来年か、来年の1月、うん。岸田のね、自主トレをもしサポートしたら、岸田の年俸が上がれば僕の、ギャラも増えるというところで、必ず上げてくださいね、ジャイアンツ。はい。頼みますよ。はい。はい、次行きます。あとラストですね。はい。最後、井上投手でございます。はい、年俸670万。
破格です、安すぎ。はい、今年の成績、7勝4敗、防御率が 2.93、86イニング、ウィップ 1.12 というふうになってます。はい、井上投手ね、本当に、よく成長してくれました。マジで。本当に、期待されて、応えれなくて、期待されて応えられなくてっていうふうなところを、ちょっと繰り返したところあるんですけど、本当にね、よく頑張った春と、本当に、まあまだシーズン終わってないし、まだまだ頑張らないといけないんだけど、もうこの成績だけ見ても、もう確実に、2倍、3倍ぐらいはいってほしいんで、そうですね、3000万ぐらいどうでしょう。3000万ぐらい上げちゃってください、本当に。ほんま、2500万から3000万ぐらいは、もう上げちゃってください、本当によく頑張りました。シーズンね、後半ぐらいからでしたけども、中盤から後半にかけ、後半にかけてでしたけど、かけてでしたけども、まあ、7勝を上げてるんでね、本当素晴らしいなと思いますし、まあね、まだ勝ち星を伸ばすところはね、まだチャンスありますから、そうやってやってったらね、本当に3000万ぐらい上げてもいいんじゃない、本当に、うん、本当に来年以降も本当に楽しみなピッチャーなんで、ぜひね、上げてもらいたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日ちょっと年俸、皆さんお金好きじゃないですか、結局みんな僕も好きだけどもお金の話好きでしょっていうところでちょっとこういう企画やってきました。まあ実際、まあ、年俸以外のところでもプロ野球選手はいっぱいもらってるんですね、実は、うん、もらってるんで、まあこのなんか井上投手670万とか言ってても、まあ、それ以外でも お金ねもらってますし、まあ例えばこうアドバイザリーというかね、そのメーカーと契約してたらそのメーカーからもらったりとか、広告もらったりとか、まあいろいろありますと、もろもろあるんで、まあ本当に、氷山の一角というか本当にもう菅原さんとか丸さんとかどうなってんねんって話ですけども、うん、まあ坂本さんもそうですけども、どうなってんねんって話ですけども、本当に、まあ夢ある仕事だと思いますし、本当にね、僕はそこまで稼げなかったし、全然全く稼げなかったですけども、はい、すごくね、楽しい仕事、楽しい、まあ辛いこともありますけども、いい仕事だと思う、夢を与えれるようなね、仕事だと思いますんで、ぜひね、これを見てる、もしかしたら、キッズたちもいるかもしれないんで、頑張ってね、練習して、ご飯食べて、いっぱい寝て、本当にね毎日、野球ノートちゃんと書いて勉強もして、学校の勉強もして、本当に、彼らみたいにね、毎年億以上稼げるようなね選手に、ね、なってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。あ、その前にですね、チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。5万人いきたいです、本当よろしくお願いします。面白い企画 やりたいんでよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。